1985年軽量柔軟素足感覚、こちらをテーマに作られたモレリア、そして2020年継承をテーマに今回モレリア2ジャパン、こちらが発売されます。こちらのモレリア2ジャパン、こちらの、テーマが継承で、靴を作る段階で、ラストと呼ばれる足型があるんですが、この足型に沿って、革をかぶせ、形を、忠実に再現することができる、これが、水野さんの、ストロングポイントになります。この技を、今回も、しっかり継承しています。折り返しのシュータンが変更になりました。前回より一回り小さくなったので、足に沿ってフィットするようになり、よりプレスしやすくなりました。さらにこちらの中のマジックテープ、こちらのマジックテープの面積が少し広くなったので剥がれにくくなりました。こちらが大きな変更点です。こちらのモレリア2ジャパンはメイドインジャパンにこだわっていまして、細かい部分なんですが、こちらの履き口部分、こちらの人工皮革を使っているんですが、こちらも日本製のものを使っています。さらにこちらのインソール、こちらも表面に柔らかい素材を使っていて、これもメイドインジャパン。足を入れた時に足の裏にこうひっつくというか、こう粘りつくような感じがあって、全く中でブレない、そういった印象がプレイしてて感じられました。細かい部分ですが、こういうところが水野さんのものづくりへのこだわりが感じられます。こちらのアッパー部分ですが、こちらのノーマルステッチに関しては縫い目自体に変更はありません。ただこちらのアッパーの素材に関して、今回からウォッシャブルカンガルーレザーを使用しております。でこちらのウォッシャブルカンガルーレザーというものは、水に濡れても日陰で干せば硬くなりにくいという特徴を持っています。さらにこちらのシューレースですが、今回こちらの先端部分にモレリアのロゴが刻印されており、より、クールなかっこいい印象になっています。さらに、こちら別売りで、黒以外にも、白、赤が、発売になっており、川崎フロンターレの家永選手は、白のモレリアに、黒の、シューレースを、つけて着用しています。こういった自分のカスタマイズができるので、これも楽しみの一つかなと思います。そして今回の、モレリア2ジャパン、こちら今回3種類出ます。まず一つはこちらのカラーが黒、こちらの、折り返しのターン、こちらの、ノーマルステッチ、こちらの、黒色と、こちらのカラーが白、ターンが、ショートターン、さらにはこちらのステッチは、ノーマルステッチを使用しています。そして最後にこちらのカラーが白、タンがショートタン、さらにこちらがクロスステッチ、こちらの3種類を定番品として今回発売されます。2020年で35周年を迎えたこちらのモレリア、本当に、いろんな、紹介、部分の説明をさせていただいて、水野さんの、ものづくりの絵のこだわりがすごく、感じられた、シューズになりました。本当に、担当者さんがおっしゃられた、モレリアを超えるのはモレリア、まさに、その通りの、スパイクになったと思います。ぜひ店頭に履きに来てください。